でもどこでもグリーンオン、この番組はですねラジオ的 YouTube 番組で、何かの片手間で結構ですので、聞いていただければと思います。ゲストが来ていただいてます。引き続き、株式会社ゴルカドの宮原さんと一緒に、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずあれですよね、なんかイベントとか結構やられてるんですよね。そうですね、ゴルカのラウンドとか言ってもそのままなんですけど、はいはい、で定期的にコンペを開催しているので、はいはい、興味のある方はゴルフ好きが集まって、それは、ゴルカのでどうやって知ればいい、Facebook とかインスタとか、Facebook で Facebook このイベント立ち上げてるので、はいはいはい、はい、覗いてもらえてれば、多分概要欄に載ってるんでよかったら見てもらえればはい、Facebook 皆さんチャンネル登録、チャンネル登録じゃなくてあれなんだ、いいねかな、いいね、いいねですかね、あ、いいねしていただければ嬉しいです結構月1回とか月1ぐらいでは大体やってますかね。あ、そうなんですね、はい、なんかホームページ見てたらシミュレーションゴルフでもイベントやられてます。あ、ゴルフ女子会みたいなのやったりとか。それ男子はいけないですね。あ、男性のシミュレーションゴルフで、はい、湘南ゴルフリゾートさんっていうところがあるんですけど、湘南にあるんですか、はいはい、ここがすごい素敵な空間で、はいはいはい、そこを使ってあのイベントさせてもらったりとか、はいはい、女子会もしたし、はい、男性も含めてもシミュレーションゴルフやりましょうって、逆に、うん、僕があったらいいなって思う授業ちょっと言っていいですか。はいはい、お願いします。なかなかゴルフ場でなんかコンパって、あ、コンペじゃなくてコンパ、なんだコンパ、コンパってできないと思うんですけど、シミュレーションだったらできるんじゃないかなと。あ、ゴルコン的な感じですね。そうですそうです、うんうんうん、ぜひやってほしい、はい、僕が行きたい。わかりましたゴルコン企画可愛い女の子と出会える企画。そうです、シミュレーションだったら気軽にできますよね。そうですよね、お酒飲みながら、うんうん、それこそゴルフやったりとか、うん、そういうの欲しいなと思って、なかなか行く機会ないんですよね。やってるところもありますかね。うん、それはなんかメインでやってるところもおってたんで、はい、いやぜひ、いやね、やっぱりそのゴルフができる女の子がいるんであれば、そういうのも面白いんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。どうなのかちょっとわかんないですけど。終わりました。ちょっと企画を検討させていただきます。恵比寿にもシミュレーションゴルフあって、よく行くんですよ。はい、あ、そうなんですね。そこでも女子会はやってるけど、はい、男子が行けるそういうあれってあんまりないんですよね。なんかで僕は参加したい、シミュレーションゴルフで。シミュレーションゴルフはマジでうまいですよ僕。あ、そうなんですか。あ、普通のゴルフはバッてましたね。そうです、シミュレーションゴルフはうまいです。パターが難しくないですか。あ、パター難しいです。パター感覚です。あ、感覚ですよね、あれ難しいですよねもうライン読めないんで、もう読めない、読めない、難しい、はい、なので、まあ、ちょっと感覚で言って、うん、OK、OK を狙いにって感じです、うんうん、はい、あれで入ったらすごい嬉しいですね。そうです、だんだんなんか本当そうです、というか本当そうなんですよね。宮原さんにとってのゴルフの魅力って何ですか。ゴルフの魅力、はい、たくさんありますけど、まあ、たくさんありますよね。たくさんありますけど、はい、私は一番は人とのつながりとか、つながり、はい、普通に OL してってゴルフ始めて、うん、普通の社内とか取引先とかでは会えないような方々とゴルフで出会えて、違う業種だったり、それこそ一回り以上上だったりとか、まあそうですよね、年配の方ともお会いできて、いろんな話を聞けるのが素晴らしいなと思って、しかも6時間ですよ。まあそうですね、6時間、6時間を3人を、まあいわば独り占めできるわけですよ。あ、なるほど、すごくないですか。あ、まあそうですね、まあ、ずっと、ね、一緒にいるわけじゃないですけど、はい、林に行ったりね、私もしますから一人孤独に行く時もありますけど、はい、そう、飲み会と乗れないこともありますしね。そうそう、ありますけど、一人ね隣のコース行っちゃったりとかしてありますけど、はいはい、飲み会とか行ったら、ね、はい、2時間とか3時間とかでそんなずっと話できないし、まあそうですね、うん、酔ってきちゃうし、うん、酔ってきちゃうしだからほぼシラフでずっと話できるっていうのが、うん、本当すごいなと思って、うん、なのでそういう機会、ゴルフってそういう機会があるので、うんうん、そういう経験をもっといろんな方にしてもらえたら、自分磨きでもあるし、ゴルフってスポーツも楽しいし、うんうん、なんか一石二鳥三鳥みたいな。あ、三鳥ぐらいありますよね。三鳥ぐらいありますよね。うん、ありそう。そっか、うん、何が一番魅力ですか。僕のやっぱ魅力っていうのは、ゴルフに対する魅力っていうのは、なんだろうな、やっぱりまあ、ゴルフってやってる人が
限られるスポーツになっちゃってるじゃないですか、うん、まあ誰でも手をつけられないとか、うん、けどその中でやっぱりつながり、まあ、今日もやっぱり新しいゴルファーさんと出会えて、そうですね、ご縁ですね。例えば、まあ、YouTube をまあ、僕たちは YouTube チャンネルをやってて、 YouTube を通していろんなゴルファーさんと知り合えたり、うん、まあ、やっぱ最近で言うとレンジャーコンペやってくださいよってコメントですごいたくさんいただくんですけど、嬉しいですよね。嬉しいですね、やっぱりそこからのやっぱりつながり、うんうんうん、まあ、視聴者さんですけど一ゴルファー、アマチュアゴルファーさんと出会えるっていうのが僕はすごい面白いな。ゴルフつながりすごいよ、うん、やっぱりゴルフやってるっていうだけで一つ同じ趣味じゃないですか。なのでいきなりテンション上がりますよ ね、 そうですね、ゴルフやってるんですかって。そうですね、もうやっぱそこだけで話が、ね、盛り上がるじゃないですか。年、ね、うん、が離れてて も、ね、ゴルフするってだけでもう一気になんか同じステージに上げてもらえるみたいな、うんうん、ありますね。僕やっぱりそのうちの父親がやっぱりゴルフやってて、うん、昔はなんでこんなゴルフやってんだよって思ってましたけど、うんうん、あ、なんか父親の気持ちも分かるな、これかそうそうそう思うんですよね、うん、楽しいですね、楽しいですね。ゴルフ自体のスポーツも楽しいけど、はい、そのつながりも楽しいし、はい、なんかクラブハウスもすごい綺麗なとこあったりするじゃないですか、うん、 あ、 すね、うんうん、あと温泉があってとか、うん、そういうなんかプラスアルファでも楽しめたり、そうですね、桜が見えたりとか紅葉楽しめたりとか、うん、あ、桜が見れるすごいゴルフ場ありますよ。本当ですか？めちゃめちゃ綺麗ですね、一面桜ですよ。そう、茨城にあるんですけど、うん、よかったら今度ぜひ行きますか。あ、ぜひぜひぜひお願いしますレンジャー出てほしいですね、ダメですかねレンジャーの動画にぜひ出てほしいですよねありがとうございます今後ね、ぜひ機会があればね、はい、ぜひ出てもらったりとかね、はい、まあ、今後、まあ、せっかく出会えたんでつながりをね、大切にして、はい、ご縁ですかね。なんか宮原さんのところでなんかグッズも作ってるって。そうなんですよ、本当にウェアとかゴルフウェアが大好きで、はい、そのゴルフウェアの色に合わせてグローブも色を変えたいなって思って、いろいろカラフルなのをすごいですよこの色すごいくないですか。ちょっと僕は個人的にはこれが好きですね、やっぱグリーンですかね、 グリーンですかね。私はこの白とピンクのカラフルも可愛くないですか。かわいい、これめちゃめちゃ可愛いですよ。そうですね、スプラッシュ、これめちゃめちゃ可愛いです。可愛いんですよ。これレディース、はい、レディースで両手で、両手、あ、女子って両手か、両手ですね。基本両手ですか。私は両手、なんか焼けたくなくて。あ、なるほど、まあ、ね、右手が白、あ、じゃあ左手が白いのも、はい、なんかゴルフあった感じがして、あ、そうです、僕はかっこいいんですけど僕はそこをあ、オルゴルやってたから、ね、やっぱりで、見せびらかすためあるいや、あれ恥ずかしいですよ。真夏、マジで本当に真っ白と黒と全然2色になっちゃうんで恥ずかしいです。ゴルフやってる人はこうにんまりする感じですね。あ、ゴルフやってんのみたいな、うん、夏は結構気づくんですよ。あ、この人ゴルフやってんなとか、日焼けで分かっちゃうんです。それもね、きっかけの一つですね、会話もね、はい、そうですね、楽しいやっぱり本当ゴルフやってる人はすごいいい人ばっかり、うん、まあ、本当に、うん、なんかないんですか、その例えばお客さんが酔っ払いすぎてラウンドにならなかったとか、うん、ああ、なんか、うん、酔っ払いすぎてピックアップが多かったり OK がなんかすごい、それ OK なんですかみたいななんかあったりは時々って、まあ、1回か2回ぐらいはありましたね。なるほど、まあ、まあ、ほどほどにお酒を飲みながらゴルフを楽しむのも楽しいですから。そうですね、ほどほどがいいですね。ベロベロになっちゃうとさすがにゴルフできないんですか、ね、あと疲れてきちゃうから、やっぱ体力が持たない、寝不足と二日酔いはダメですからね。ゴルフ、あ、もう飲み、ゴルファーですけどほどよく楽しむためのツールなので、まあ、まあ、今日僕も酔っ払ってますけど。いや、酔っ払ってるんですか。酔っ払ってますよほろ酔いな感じで、はい。イベントはどのくらいのスパン、1ヶ月に1回はやってるって言うんですよね。そうですね、月1ぐらいですね、うん、ラウンド、ラウンド、うん、やっぱりゴルフを本当に好きな人はなんかもう芝に出たいみたいで、シミュレーションじゃつまんないっていう人も多いんですよ。まあ、それは分かります、うん、それは分かりますね。やっぱ生芝の感覚で絶対違いますもんねあと朝一行って、その朝一の1番ホールのティーショットを打つときって、うん、すごい爽快ですよ、気持ちいいって思いますし、なんか自然なんですよね、うん、やっぱゴルフって自然いいですよね、うん、なんか動物いたり、うん、リスいたり、うん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 、サルいたり
まあ、イノシシまでは見たことないな。あとはね、イノシシの跡もある。あ、ありますね。鹿とかもいますね。いますよね。ちょっと怖いけど。まあそうですね。鹿とかイノシシだと、うん。そうなんです。で、まあ、今後もし本当に、ね、よかったら、機会があったら、まあ、レンジャーの動画とか出てもらったり。ぜひ、出してよろしければ。はい、もう、ぜひ、ってこうお願いしたいぐらいですね。ありがとうございます。という感じでね、まあ、今日ちょっと2週にわたって、宮原さんにお話聞かせていただきましたけど、まあ、やっぱりゴルフっていいなって僕は思いますし、まあ、ゴルフのつながりってすごい大切だなって思います。はい。ということで、株式会社ゴルカノの宮原社長さんでした。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。いやー、もう僕が楽しかったです。いつも僕だけなんで映ってる。楽しかったです。ありがとうございます。